<laughs> あのオープニングテーマの曲がかなりスキップしてますね。あの機材の関係なんでしょうか。それとももうバンに傷がついてるのか後でちょっと調べてみたいと思いますけれども、ご機嫌いかがですか。玉木デニーです。玉木デニーのスピリッツオブレイディオさ、今週もよろしくお付き合いください。この放送は毎週土曜日の午後5時から5時30分まで生放送でお送りしております。生放送の際にはユーストリームとそしてツイキャスでも。 え皆さんに映像でお届けしておりますが月曜日、午前中に生放送をお聞きの皆様どうぞえ皆様はぜひえ月曜日の午前中からにぎやかなハードロックでお楽しみをいただきたいと思います。今週紹介するグループはですねイギリスの古いグループです。今もう活動してるかどうかちょっとわからないんですがえそういうグループなども特集してお送りいたしましょう。玉城デニーの この番組は池一組株式会社沖縄ドリームクララ新灸整骨院ゼブラ285よかつ中学校近くチキンの丸焼きポストジュニアビーズワーク沖縄丸福重機そして有限会社中野町建材ほか各社の協力でお送りいたしますさあえー ぜひあのメールでもね、いつもあのメッセージを呼びかけてるんですけど、最近はツイキャスの皆さんに呼びかける方が多くなってしまいましてね、せっかくユーストリームを、えー、配信しているということもありますので、ぜひメッセージなどできればお寄せください。玉木デニーのスピリッツオブラディオ係までよろしくお願いいたします。アドレスは 761-FM コザ。 fmkoza.jp761-fmkoza.jp となっていますのでどうぞよろしくお付き合いくださいねさて、えー、今週紹介するグループはですね、えーまあ、ツイキャスの皆さんにも見せましょうこれです TheBestOfURIAHEAPURIAHEAP、e、というグループをご紹介いたしましょう、まあ、イギリスのグループなんですけどイギリスといえばレッド・チェッペリンやディープ・パープルの陰に隠れて このグループ、わ、あ、り、のー、とね、えー、知らない人も知ってる人も、あのー、結構バラバラなんですけどこと、えー、の始まりこのグループユーライア・ヒープというグループの始まりはですね、1970年の後半、えー、新しい時代のヒーローとなるべくユーライア・ヒープファーストというアルバムで華々しくデビューするんですが、えー、全然良くなかったということなんですね。えー、ところが71年、 彼らのユーライア・ヒープの3作目にあたる「大字覚 Look at yourself」自覚というアルバムがこの「大字覚」というアルバムのタイトルナンバーがです、ね、世界で大ヒットして一躍ユーライア・ヒープの名前を世界に広めていったということなんですね。 そしてその後、悪魔と魔法使い魔の共演など制作にあまり時間がかけられていないにもかかわらず驚異的なセールスを記録して世界的な人気のグループになっていったとその後結構メンバーチェンジをするんですが1973年初来日公演。 その延長にあたるヨーロッパツアーまでずっと続けてそのヨーロッパツアーの模様が後に2枚組のライブアルバム「ユーラヤ・ヒープライブ」として発表されるということで非常にねあの演奏力高いです本当にあの今日のこのベストアルバムはですねえっと75年11月にイギリスで発売された「ユーラヤ・ヒープ」のベスト版なんですが70年のデビューアルバム「ベリー・ EV Very Amble、um、から75年の、えー、Return to Fantasy 幻想への回帰までライブを除く8枚のスタジオ作の中からのベストテイクが収められているという、えー、その名の通り The Best of e u r a i a、ah、Heap ですね、えー、10曲、うん、収められておりますがねその中から今日はですね割と あのまユーラアヒープ入門的な <laughs>、入門的なねちょっとあのえ短めの曲を用意いたしました本当は7月の朝、ジュライ・モーニングとかかけたいんですけど、もあの曲って10分以上するので、なかなかね、あのーえーちょっとあとでまた後日、時間をとって、あの長い曲は長い曲なりに、ですね丁寧に紹介をしながらお届けしたいなというふうに思いますが、さあ、早速いっちゃおうかな、1曲目です。 今日の1曲目は、えー、っと72年5月発売の4作目「悪魔と魔法使いデモンズ・エンド・ウィザーズ」に収録された作品です、えー。すごいですね。この曲は、ね、結構ライブでやると盛り上がるんですよ。時間は短いんですけどもねこうテンポがいいですね。お届けいたしましょう。今週の特集は「ベスト・オブ・ユーライア・ヒープ」1曲目はこの曲。 お届けいたたししました1曲目ファーストナンバーは「安息の日々 EasyLiving」イーーンでした、ね。この曲も結構、ま、人気ですよあの。テンポがいいしあのなんといってもこのユーレイ h ヒープの特徴はですねあのハモンドオルガン、えー、キーボードのハモンドオルガンの音色とそれから、えーま、ギターがですね、えー、ソロが入ってないんですけどソロが出てくるとこのミックボックスというギタリストはですねワウ ワウワウというエフェクターを使っていてワウ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 とまあこんな単純ではないんですけどもねこういうふうにこうギタリストの中でもこのワウというエフェクターを使わせたら結構三本指に入るんじゃないかなと私は思いますけどもねまあ1960年代後半から70年代はあんまりたくさんのエフェクターをつなげずに えー、例えば音を歪ますエフェクターですとか音をその回転しているように聞かせるエフェクターですとかそれから音のある一定の周波数を何、えー、て言うんでしょう音をトーンをこもらせたり、えーえー、明るくしたりというのがワウ、まあ wow、の原理というとそうらしいんですけどねそういうエフェクターを使うと結構いいんですが。 え何の話だっけでユーレイヤー、ね・ーヒープというグループはあのこういうふうにこう非常に特徴的なサウンドですけど中でもですねやっぱりあのユーレイヤー・ヒープのアルバムをこう通して聴いていると厚みのあるコーラスですよね、えー、しかもあのキーがこう割とこう高い方の,あのキーで構成されていますから非常にその特徴的な。あのー 雰囲気があるんです、ね、えっとボーカルがデビッド・バイロンだ,だったかなえー、っとうん、えー、違うどこだどこだっけまあで、まあ、ということでということでということにしてしまいましょうかね、えー、こ,のこのボーカルの方が非常にハイトーンで、えー キーボードを弾いている方がケン・ヘンズレーさんっていって、えー、その方がもともとリーダー的な存在でこの方も非常に歌うまいんですよね、あのー、作詞作曲もだいたい中心にこのケンさんが、えー、やってますし、えー、それ以外のメンバーの皆さんももちろんあの曲作りには参加してるんですけどもその歌詞の内容とかあるいはその曲のドラマチックな雰囲気っていうのはこの、えー、キーボードのケン・ヘンズレーさんが えー、その存在が大きかったとでケンさんが抜けた後で、での他の方が入ったり入れ替わったりしたんですけどやっぱりサウンドの核をなす存在が変わってしまうとあの当然ですけどバンドそうするとアルバムでの曲作りがガランと変わってしまうとそれが成功するか失敗するか、えー、出してみなければ分からない的なところがあって結構。 今聴いてみるといい曲もいっぱいあるんですけどやはりこの重厚でそしてそのサウンドに特徴があるユーラヤ・フィープの音を聞き慣れてしまうとしかも全盛期のその時のバンドのテンションみたいな勢いみたいなものを例えば生でライブで味わってしまったりするともうそれ以外にメンバーチェンジになった時になんかこう。 変わっっちゃったね私たちの時代は終わっちゃったのね <laughs> みたいなねファン心理的にはそういう風な感じにもなるんじゃないかなと思います今週は「The Best of u a i a h Heap」というアルバムを紹介していますさあ、えー、続いての曲もですねこれも、えーと「悪魔と魔法使いの」のまさに「魔法使い」というタイトルの曲です僕ら実は高校生の頃に作っていたいや、えー、と演奏していたアマチュアバンドの名前が「Wizard」という名前をつけてありました「Wizard、えー」ウィザード かっこいいですね男の男性の魔法使いという意味もありますしそれから、えー、何々の専門家というそういう意味合いもあるそうです、えー、いいですよ短い曲ですけどもねアコースティックギターが綺麗です The Wizard 玉城デニーのスピリッツ・オブ・レイディオこの番組は池一組株式会社沖縄ドリームクララ新旧整骨院ゼブラ285よかつ中学校近くチキンの丸焼きポストジュニアビーズワーク沖縄丸福重機有限会社中野町建材ほか各社の協力でお送りしています。今週 お送りお送りしておおますお届けしていますアーティストはイギリスのグループでユ、えーライア・ヒープそのユーライア・ヒープというグループのベストアルバム「The Best of u r y a h e a p から、えー、オープニングは「Easy Living」「安息の日々」そして今、えー、お届けいたしました素敵なアコースティックナンバーは「The Wizard」「魔法使い」でした、ね、こうやってやっぱりこう聞いてみると、あのー、コーラスがあの厚みがある上に高いですよねキーがね それだけこうあのキーボードのこのオルガンのどちらかというとこう低めの音をうまくあのアレンジしてあまりこう高いポイントで演奏しないでこう低い方のキーを使ってうまく厚みをつけてるんじゃないかなという感じがいたしますさてこの面白いグループ名ですよね「URIAHEAPURIAH」U R I A H HEEP ユーライア・ヒープという名前なんですけどあのこのアルバムのベストアルバムの中に入っているライナーノーツを見てみたらですねえっとバンド名をチャールズ・ディケンズの小説デビッド・コッパフィールドの登場人物の名前を取ってユーライア・ヒープとしたチャールズ・ディケンズの小説 デビッド・コッパフィールドの登場人物ユーレイヤー・ヒープという登場人物の名前を取って、えー、バンド名にしたユーレイヤー・ヒープ面白いですねなんかこうチャールズ・ディケンズの小説デビッド・コッパフィールドの登場人物の名前を取ってユーレイヤー・ヒープってなんかあの徐々と奇妙な仲間たちのスタンドの名前にありそうな感じですよね多分ユーレイヤー・ヒープというスタンドもいたんじゃないかなと思うんですけどね僕がよくあの 何気なくバンドの名前を言ったりそれから、えー、エンポーリオエンポーリオアルマーニでエンポーリオと言ったりディオと言ったりするとうちの子供たちがあそれあのー、スタンドの名前だよってよく教えてくれるんですよ最初スタンドが何か分からなくてえ何ガソリンスタンド何ねって聞いたら違うジョジョの中に出てくるスタンドさえっって言ってそれでこう 見てみるとあなるほどあの、えー、特にその,ジョジョの「ジョ,ジョと奇妙な仲間たち」「ジョジョの奇妙な冒険」<laughs> タイトルすらわからないんですけども、えー、その漫画の、えー、初期の部分ですね初期の部分に多分こういうあのいろんな、えー、ハードロックグループや曲の名前やあるいはそのエンポリオみたいな、えー、そういうデザイナーや 有名な方の名前がいろいろとついていたんじゃないかなというふうに思うんですねですからこの「ユーライア・ヒープ」というスタンドも必ずやいたに違いないというふうに思いますさて、えー、ツイキャスからいくつか拾ってみましょう、えー、マリコさんから「もうこんばんはなんですかデニーさん」とありましたが <laughs> そうですねつい勢いで「こんばんはと」と、えー、言ってしまいました。 イジ、えー、さんから「明日は音楽村でイベントあるんですか?」ということですが沖縄市一番街の中に「音楽村」というコーナーがあって、えー、懐かしいレコードや資料などがそこで展示されていますが明日は午後4時から、えー、ミュージシャンのローリー・クックと、えー、同じくギタリストの国吉料の2人をお迎えして私玉木デニーが MC でいろいろおしゃべりしますのでぜひお付き合いください。えー、サッキーさんも、えー、よろししくお願いいいたします使い的な スカイマー的なっていうのこれボブ・ディズリーもユーライアだったんですね。レインボーやオジのイメージが強いですあ、ボブ・ディズリーね、ベーシストの。あ、そうだったかもしれない。結構ね、メンバーチェンジしてますよ、このグループ。ユーライア・ヒープ。 デデニーのスピリッツオオブレイディオこの放送は、与つ中学校近くチキンの丸焼きポストジュニアビーズワーク沖縄丸福重機有限会社中野町建材池一組株式会社沖縄ドリームクララ鍼灸整骨院そしてゼブラ285ほか各社の協力でお送りいたしました。えーはい,い,ろいろ、あのー ツイキャスでも皆さんからメッセージいただきましたけど土曜日に沖縄に行ってスタジオに行けばラジオ収録風景が見られるんですかというえ京都にお住まいのマリコさんからの何て言うんですかあのクエスチョンなんですがねはいあの FM コザは基本的にあの中央パークアベニュー通りに面して大きなガラスになっていますから割とこうあのあれですよ広めの。 感じで、えー、見ることができますでもスタジオにいるのはいつも基本僕は一人なんですけどもね <laughs> ですからこんなに大きな窓はいらないんですけどもまあ、いつでも見学に来れますただし玉城デニー時々あの、えー、録音で対応しなければいけないという状況もあったりいたしますのであのー、ぜひ、あのー、旅行は計画的に放送はもっと計画的に立てなきゃいけないなという風うに思います、えー、今週も、えー、ケイジさんマリコさんサッキーさん それから、えー、銀のホテルさん、お付き合いありがとうございました。それからユーストリームで番組をご覧の皆さん、ありがとうございました。えー、月曜日、再放送をお聞きの皆さん、えー、映像では見ら,れせ見られなかったと思いますが、えー、お付き合いありがとうございました。どうぞ皆さんもこの後も素敵な時間をお過ごしください。玉デデニーのスピリッツオオブレイディオまた来週ですごきげんよう